リアルサウンドミュージックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。リアルサウンド音楽の編集長の久倉と申します。はい、音楽評論家の宗像明正と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。宗像さん、ライブ希望ランキング、これは何ですか？はい、もう 先月お話ししたので、はい、そこは割愛するんですけれども、はい、今月も8月分が完成しましたので、はい、発表したいなと思い、この動画を撮影しております。じゃあぜひぜひ教えていただければ幸いです。はい、このランキングなんですけれども、まあ、その8月でしたら8月中に行われた公演の最大収容人数を会場ごとに算出しておりまして、そちらの合計で順位を出しているものとなっております。なので、動員数とはちょっと異なるというところだけご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回のランキングの10位まで発表したいと思います。はい、で1位からですね。1位がなにわ男子です。なにわ男子は6月から10月にかけて全9都市42公演を回っている中の8月分、29.8 万人で公演数22回で1位となっております。で2位がウエストですね。でウエストが、デビュー10周年ツアーのラストを飾るドーム公演、8月までで開催しており、5公演で 24.5 万人となっております。で3位が藤井風ですね。自身最大規模の公演となる日産スタジアム 2days 公演、日本国内でライブを行うのは約1年ぶりとなりまして、こちらが 14.4 万人で3位となっております。はい、一旦ここの3位までで いかがですか、宗像さん。なにわ男子ですね。やっぱり目を引くのはなにわ男子 の収容人数が、まあ、29.8 万人で、で公演数が8月だけで22公演。そうなんですよ。これはどうやってこんなにやってるんですか？まあ、1日2公演みたいなことですね。複数公演をやっていて、っていうところです。まあ、それにしてもエネルギッシュですよね。そうですね、まあ、やはり、まあ、夏休み期間というところもあるので、あ、はい、たくさん公演をやって、ファンの方々に入ってもらおうっていうような、しっかりそういう体制も整っているようなツアーだったかなと思いますね。藤井風さんは足利さん行かれたんですよね？はい、行きました。どうでした？なんか初めて見たんですよね、ライブを、実際に、はいはい、でやっぱり今回その1日目の公演が YouTube でも配信されていたんですけれども、まあ、また多分その配信で見た方と生で見た方だと感じたものも違うかなという、やっぱ生で見ることで伝わってくるものがすごくあったライブだったなと思っています。あ、それは生だとどんなところが？はい、いやもう何でしょう、やっぱ空気でなんか伝わってくるものが、オーラとか、まあ、歌声とか、そういうもので伝わってくるものがだいぶもうビリビリくるものがありました。ビリビリきたと。はい、でまあその藤井風さんのライブに関しては2日間で14万人っていうのが、まあ公式の動員数で出ていて、まあ、1日目の生配信をしたものが同時接続数が28万2千人っていうのを記録しています。まあ、なので、実際その2日間のライブを、まあリアルタイムで見た方っていうところで言うと42万人すごいんですね、っていうことになるので、まあ8月実際のライブの最大収容人数で言うと、まあ3位という結果であるんですけれども、まあ何でしょう、まあ、ライブ視聴ランキング的なところで言ったら、まあ1位なのかなっていうようなところかなと思いますね。わかりました。まあ、そうですね、結構まあ、シンガーとしてもすごく素晴らしいんですけど、まあ、プレイヤーとしてもすごく楽しませてくれたライブだったなと思っていて、まあピアノの弾き語り演奏もありますし、途中はショルキー持って燃えよとか演奏していたりとか、まああとあれですね、サックス演奏も突然インタールードでやり始めたりとか、
結構そういうプレイアビリティが発揮されたライブだったんだ、うん、まあ、あとアレンジもすごくいろんな曲で聴いていて、うん、旅路、うん、旅路という曲があるんですけども、そちらもなんか青春パンク調な感じで演奏されていたりとか、まあ随所でそういうちょっとライブアレンジみたいなことがすごく聞いていて、音楽的にもすごく楽しいライブだったなと。なるほどなるほど、はい、思いましたね。いや、ありがとうございます。はい、はい、まああのちょっとこの動画が出る頃にはどうかっていうのはあれなんですけど、うん、まだあの YouTube の配信もアーカイブがあるので、はい、うんうんうん、ぜひ宗像さんも見てみてください。わかりました。はい、はい、そういう感じですね。なるほど。はい、うん、じゃあ4位以降も発表できればなと思うんですけども、はい、4位がエスパですね。はい、エスパが7月のランキングにも入っていたんですけれども、うんうんうん、アリーナツアー後の東京ドームの追加公演、うんうん、で2公演で11万になってますね。5位がタイムレスで、こちらも7月に入っておりましたが、うん、改名後初の全国アリーナツアーが8月で、全国7都市25公演を完走というところで、6位が乃木坂46で、こちらも7月に入っていたんですけれども、真夏の全国ツアーが5年ぶりのドームツアーということで、8月は名古屋で公演がありまして、9月には明治神宮野球場の公演が開催されました。同率で6位が Tomorrow by Together ですね。こちらも7月にランキングに入っていましたが、3度目のワールドツアーの一環として行われる4大ドームツアー中となっております。で8位がトレジャーで、こちらも7月にランクインしておりましたが、1年ぶりのファンミーティングで全国を回っているところです。9位が7名侍、こちらが7月から9月にかけて全国8都市全43公演が行われるホールツアーの8月分が30公演ということで、9位にランクインしております。で10位のジュジュが6月から8月にかけて行われた3年ぶりとなる全国アリーナツアーというところで5公演で、7.9 万人となっております。はい、ここまでいかがですか。やっぱりこの7面侍の公演数30ってほぼ毎日やってるってことじゃないですか。そうですね、まあ、東京は東京ドームシティホールもう多分貸し切り状態みたいな感じで連日行われてましたね。あ、そういう形でやってるんですね。はい、うん、二部制みたいな形なんですか。そうですね、なるほど、ね、やっぱりそういうのでまあ公演数を増やして不安も増やすみたいな、うん、そうです ね。なのでなんかこう大規模会場で一回ボンってやるんじゃなくて、まあ、ほんと細々とこういうふうにやって、ファンの方々にしっかり入ってもらうっていうような応援も、特に夏休みとかこういう長期休みがある期間については増えているのかなという。なるほどなるほど、はい、感じですかね。ね、あとやっぱ乃木坂が2公演で 10万人以上ですけど、これ名古屋だけなんですよね。はい、だからやっぱりそこら辺の人の集め方、集客力もすごいなと改めて感じましたし、うん、あと10位にジュジュさんが入ってるっていうのもね、まあ、5公演でやっぱこの辺のベテランの力っていうのもすごい感じるラインナップだなと思いましたね。そうですね、うん、で動画では1位から10位までの内容を発表させていただいたんですけれども、11位から30位まではリアルサウンドの、はい、サイトの方で、サイトの方で、はい、公開しておりますので、そちらの内容は、ぜひリアルサウンドの中でチェックしていただければなと思っております。はい、はい、ちなみに手元にその11位から30位までの方々のお名前はあるかなと思うんですけど、何かこう気になるものとかありますか。やっぱりですね、16位にアルフィーですね。やっぱりアルフィーが今もこの動員数、しかもあの3公演かでランクインしてるのとかやっぱりすごいなと思うし、あと29位のチューブですね。1公演、これ横浜スタジアム、そうですね、やっぱりそこら辺をこう3万に集めれる、やっぱり動員数とかこの辺のね、大ベテランの人たちのすごさみたいなのも感じますね。うん、
りこういった方々はもうその季節とか時期に、うん、まあ、恒例でイベントをやるっていうので、やっぱり皆さんファンの皆さんがそこに1年1回なのか2回、うん、3回とこう集まる場みたいなことで、うん、しっかり集まっているというのはありますね。なるほど、はい、まあ、ぜひね、あの今月の11位から30位も皆さんサイトの方でご覧いただければと思います。お願いします。はい、はい、では、今回の動画はこちらで以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。